念頭からですね、皆さんの書き初めて書かれた作品が大きな賞を取られたということから、今年1年皆様さらに飛躍する、自分自身が向上する、そんな年になることを祈っております。まあ、このように特別賞が決まりまして、皆さん本当におめでとうございます。